皆さんおはようございます。本日は都内某所で石山株式会社の面接があるんですけど、そこの社員になりたいと3人の美女たちがやってきたので、早速落としていくか落としていかないかを判断していきたいと思います。では VTR をご覧ください。はい、ではお願いします。お願いいたします。じゃあ菅井さんから出身地とお名前、年齢をお願いします。はい、菅井アリアです。こんにちは。何でしたっけ。お名前と出身地と年齢をお願いします。あ、出身地は大阪です。ね、年齢は14歳です。お願いします。ありがとうございます。はい、犬飼玲奈です。お願いします。と出身地は静岡県です。年齢は13歳です。はい、ありがとうございます。行くだけです。え、はい、次、松本さん、お手出します。あ、脱落です。え、はい、言いました。ね、これは全部、ちょ待って、はいって言った。失礼いたします。松本玲奈です。はい、アイディアまで言ってない。言ってません。大阪府のいいところ、たこ焼きが美味しいのとお好み焼きが美味しいのがいいところです。今日のコーデのポイントってありますか？今日のコーデのポイントはくすみカラーを入れて大人っぽさと、ボトムがちょっとヒラヒラしてて、ガーリーらしさを出してるコーデです。好きな食べ物ってありますか？好きな食べ物がいっぱいあるんですけど、餃子にハンバーグにアイスにラーメンも好きですね。卵も好きです。全然わかんない、何書いてんだろう。なんか質問ありますか？質問？普段やってる運動は何ですか？ダンスです。なるほど、ダンスですか。私もやってみたいです。じゃあ本社の志望動機教えていただきたいです。そうですね、やはり泳ぎです。やった。静岡県は確実に言う。でもしかして静岡ですっていうか、あれ浜松ですとか言うかもしれない。私はでも愛知県っていうより名古屋に行っちゃうかも。あ、愛知県ってみんな分かんないんだよね。愛知県はハートのところでしょ。あ、なんかゴリラみたいな、なんか、なんかハートみたいになってるじゃん。こうやってピョンみたいな。だからなんかハートのところは愛があるから愛知って思ってる。あ、ありがとう。みたいな形の動物は新潟県なんだよ。東京は東京でめっちゃちっちゃいからめっちゃわかる。あ、東京なんかね、月みたいだよね。ね、あ、こんなに。あ、これ月じゃない。あ、ちょっと都道府県わかんないんだよね。北海道は猫だよね。猫みたいなピヨーンって出てる。北海道、北海道わかんない人そんなにないと思う。兵庫県とかタコの形してるじゃん。そう、全然わかんない。はい、ではあげてください。お願いします。あ、なるほど。お願いします。お願いいたします。では次は松本さんから、名前と年齢、出身地、ハマっていること、好きな食べ物お願いします。私はですね、なんとか財閥から来ました松本ゆなです。出身地はですね、愛知県です。はい、でしてでしまして、でしまして、でしまして、何でしたっけ？あ、ね、ハマってることと好きな食べ物。ハマっていることは声を聞くことですね。推しの誰の声ですか？推しの声を、特に、推しの、ぜひ、内山こきさんという方が、できれば。内山こきさんとは何ですか？声優さんなんですけど、とても良い声をしているので。なるほど、絶対楽です。ねえ、待って、それ。続いて、犬
犬飼レイラさんお願いします。犬飼レイラです。出身地は静岡県です。年齢は13歳です。ハマっていることは音楽を聴くことです。好きな食べ物はいろいろあるんですけど、チョコとイチゴが好きです。はい、菅井エニアです。14歳です。出身地は大阪府です。ハマっていることはプライムビデオでアニメを見ることです。好きな食べ物はですね、ハンバーグ、餃子、ラーメン、アイスです。あ、卵が好きです。お願いします。大阪です。あれですね。はい、では犬飼さん一人残ったんですけど、まあ、ちょっと詳しくさっきのことについて質問していこうかなと思うんですけど、はい、じゃあ静岡県のいいところ。お茶が美味しくて富士山があってとても綺麗です。ハマっていることは音楽聴くことって言ってたんですけど、はい、どんなジャンルが好きなんですか？ K-POP が好きです。はい、脱落です。皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。お勉強になりました。ありがとうございます。どうぞ。さよなら。では結果発表いたします。私も楽しみにしてたんですが、皆さん NG ワードを言ってしまったので、今回石山株式会社に入る方はいらっしゃいません。だから本当菅井アリアさんという方が惜しかったんですけど、そうですね、言ってしまったので本当に私は悲しい気持ちでいっぱいです。また4年後チャレンジしていただけることを楽しみにしています。エコも思いますか？いいと思います。 Repeat after me。 エコも私も Repeat after me。 エコも私も非常に残念でした。残念でした。ちょっとOK ワードを言わなかったので脱落ということに。脱落です。エコもいいと思います。はい、わかりました。